昇恵学院。皆さんこんにちは。昇恵学院大学オンラインオープンキャンパスにご参加いただきありがとうございます。では地域実践領域の紹介をしたいと思います。担当は人文社会学類の東です。地域実践領域に軸足を置きたいと思ってらっしゃる方は、何かその地域の将来的に役に立ちたい、それから地域の再生に携わりたいと思ってらっしゃる方が多いと思います。でそのためにはですね、地域実践領域でまず地域とは何ぞやということを学ばなければいけないと思います。地域がどういうものを持っているのか、どういう自然、文化、歴史に育まれて私たちの地域ができているのかということを学ぶことができます。またその地域の固有資源を生かす、将来的に生かすためには社会がですね、それを生かす仕組みを持っていなければいけないと思いますね。それは政策であったり、それから人と人のネットワークというところが非常に重要になってきまして、この2つの地域の固有資源というところと社会の仕組みというところのが両輪となって、おそらく今後の地域の新しい再生活性化というところにつながるんだと思います。皆さんはこれらの専門知識を身につけた上で3、4年生になってそれらの知識を応用しながら、じゃあ今後の地域の再生はどういうふうにしていけばいいのかということを具体的にいろんなテーマから考えるということになるかと思います。ちょっと具体的に考えたいと思いますが、例えば東日本大震災の後、再生可能エネルギーを生かした地域づくりというものが着目されています。じゃあ再生可能エネルギーを地域で増やすためにはどうすればいいかということは、エネルギー政策を少し学ばなければいけないかもしれません。でこのエネルギー政策というのは地域実践領域でも学べますが、現代社会領域でも政策手法として学ぶことができます。また再生可能エネルギーといっても、地域それぞれいろんな自然資源を持っていますので、じゃあどういう自然資源を持っているのかなというところは都市生活領域で具体的に学ぶことができます。また再生可能エネルギーを地域で増やすだけでは、おそらく地域の再生とか活性化にはつながらないと思いますね。これを起点にしてですね、新しく人が集まるまちづくりというのが今後のおそらく最終ゴールになると思いますが、そうした時にじゃあ地域の課題はどういうものがあるのかとか、少子化とか過疎化の今の政策はどうなっているのかとか、そういうところも私たちは知っていく必要があるでしょう。その部分に関しては地域実践領域以外で現代社会領域でも詳しく学ぶことができます。またじゃあ町を具体的にどうやって作っていくんだろうか、町づくりにどういう人が関わるんだろうか、また地域の強みを生かした観光というのはどういう在り方がいいのかというようなことに関の具体に関しては、都市生活の領域であったり地域実践の領域で詳しく学ぶことができますし、その地域の強みをですね、外に発信していく力というものも今後は重要視されてきますので、ここはぜひメディア表現のお力を借りて学んでいただきたいと思っています。このように一つ地域を再生すると言ってもですね、地域実践領域の力だけではどうにもなりません。従いまして皆さんにはこの大学に入って、他領域の知識とかアイデアをどんどん吸収してもらってですね、地域課題の解決や地域再生の活路というものを一緒に考えていければと思っています。以上で、地域実践領域の紹介を終わりにします。他にも様々なコンテンツを用意しておりますので、この後もぜひオンラインオープンキャンパスをお楽しみください。